皆さんこんにちは、 PGAT チェックプロ竹内です。本日のレッスンは、スイング中に体が起き上がってしまう、また体が伸び上がってしまう、左サイドがこのように抜けてしまう方に向けてのレッスンです。こうなってしまうと、もちろんトップダフリ、スライスフック、さまざまな NG ショットが出てしまいます。今回はですね、これをどのように直していくかと言いますと、腹筋にちょっと意識をして、このスイングを起き上がりという NG を直していきたいと思います。腹筋に力を入れることによって、この前傾角というのは伸び上がろうとしません。基本的に体が伸びようとするということは、このお腹の筋肉が伸ばされるということになります。なので、この腹筋に少し力を入れている意識でスイングをしていくことで、伸び上がりというのは修正されてきます。どうしても起き上がりが出てしまうな、ショートアイアンでどうしてもトップが多いなという方はですね、本番もですね、腹筋に力を入れるということを意識しながら練習していくと、起き上がりが防止されてきます。それでは一度腹筋に力を入れて打ってみます。今ちょっと極端に残してみましたが、このように腹筋にずっと力を入れておくと、この起き上がりが修正されてきますので、注意して練習してみてください。またどうしてもこれでも起き上がりが治らないという方はですね、私がよくレッスンでお伝えするのは、バックスイングを上げてから、この体の前傾角、くの字になっている部分を少し強くくの字を作るように意識をしてみてください。これをですね、お伝えするんですが、このようにすると自分の中では感覚として少し落ちているような感覚になるので、ダフりそうな感覚になるんですが、この起き上がっている人はですね、このぐらいの意識をしていかないと、この起き上がりというのは修正されません。このくの字を自分の中で少し強くするというイメージです。このようにすることで、この前傾角のキープというのが出来上がってきます。このようにですね、くの字を強くする意識、また腹筋に力を入れる、この2つを意識して練習をしてみてください。起き上がりが修正されてきます。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで、飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。